ガスラ。おはようございます、トフです。ロイです。というわけで今回は6月の3日に発売になりますデュエリストパックレジェンドデュエリスト編に収録されますスーパービークロイドモビルベースをチェックしていこうと思います。あの丸藤亮の弟が使ってたんですよね。はいはい。あのでも名前が出てこないぐらい影が薄いんだけど、あのメガネの、あのメガネのね、兄貴っつってた人ね。はいはい。それ鉄男だな。スーパービークロイドモビルベース、融合の効果モンスター星獣地属性機械族ゼロの5000ロイド融合モンスタープラスロイドモンスター。このカード名の1の効果は1ターンに1度しか使用できない。1、相手フィールドの表側表示モンスター以外対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力以下の攻撃力を持つロイドモンスター1体をデッキ、エクストラデッキから特殊召喚する。2、自分相手のエンドフェーズに、このカード以外の自分のメインモンスターゾーンのロイドモンスター1体を対象として発動できる。その自分のモンスターを持ち主の手札に戻し、このカードの位置をそのモンスターゾーンに移動する。まあ、まず1の効果から見ていくと、1割と強いんだよね。このロイドモンスター相手のモンスターの攻撃力以下のロイドモンスターを特殊召喚できるって言うんだけど、比較的ロイドモンスターって攻撃力低いんで、まあ大体出せる。まあただ相手に依存してるんでちょっと弱いかなとは思う。うん。書いてあること自体は強いんだけどね。まあこれで何呼ぶかっていうと、これで呼んできたモンスターで他のリンクモンスターとかエクシーズとか何を作っていくのかなっていうところ。はいはい。個人的には2の効果の方が強いなと思ってて、自分相手のエンドフェーズにこのカード以外の自分のメインモンスターゾーンのロイドモンスター1体を手札に戻して、そのモンスターの位置に、このカードを移動させる。まあ、要は融合召喚してエクストラゾーンにいちゃうこいつをメインモンスターゾーンに戻せるっていうのが強いんだよね。なるほど。そう、自分からエクストラゾーンを開けてくれるから、その後も展開しやすいよね。うん、便利な効果。まあ、結構ロイドモンスターっていうのが広い範囲なんだけど、融合素材はロイド融合モンスタープラスロイドモンスターって指定されてるね。はいはい。まあ、ロイドってついてれば何でもいいから、一時期言われてた、うん、このロイドサポートのカードをスピードロイドでも使用できるっていうのがあったんですよ。おう。っていうことは逆に言うと、このロイドモンスターってスピードロイドもいけるんですよ。マジで。はい。なんで、まあ、これを作るときもロイド融合モンスタープラスロイドモンスターの中の、まあ、一つの枠をスピードロイドで使用するっていうことも可能ですね。ただ残念ながらスピードロイドの融合モンスターは存在しないので、こっちは正規のものを用意する必要性があります。あ、なるほど。まあ一番使いやすいのはあのサイクリングの自転車みたいなロイドがいるんですよ。ビークロイドだっけな。 あれがレベル5なんでインスタントフュージョンから呼べるんで、あれプラス、スピードロイドモンスターかなと思います。で、スピードロイドとめちゃめちゃ相性がよくて、まずこの融合素材モンスター例えばだけど、じゃあベーゴマックスまず召喚します。はいはい。効果で適当なロイドモンスタースピードロイドをサーチしてきます。はいはい。でじゃあ、インスタントフュージョンでビークロイド出して、こいつそいつと、さっきサーチしてきたモンスターを融合してこいつ出します。あのそのままエンドフェーズ迎えて、これロイドモンスターだったら伸びけるから、これスピードロイドベーゴマックスを何回も戻せるんだよね。うわインチキくせうわなんだそれ。逆に言うとこいつ出せればあのベーゴマックスを確定で特殊召喚できるから。そうだね。まあ高校だったらね、で相手がモンスターいたらね、まあ大体モンスターいるじゃん。まあそうだね。けどね、まあ結構面白い使い方ができそうかなというところですね。うわ悪いことするな。まあというわけで興味がね、ある方は組んでみてはいかがでしょうか。というわけでお相手は豆腐とロイでした。じゃあ明日もまた。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしければチャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。 Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。